資料1。第4回多角種除去設備等処理水の取り扱いに関する小委員会。日時平成29年4月21日金曜日9時30分11時38分。場所経済産業省本館17階第1特別会議室。畑対策官。それでは、定刻になりましたので、第4回多角種除去設備等処理水の取り扱いに関する小委員会を開催いたします。本日、傍聴されている皆様におかれましては、注意事項としまして席上に資料を配布させていただいております。事前にご一読いただければと存じます。円滑な会議の運営にご協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。さて、経産省では、会議のペーパーレス化を推進しております。本日の会議も iPad を用いて会議を進めたいと存じます。今お手元の iPad に現在、議事次第が出ているかと思いますが、この画面をタップしていただきますと、左上に矢印が出てまいります。この矢印に触れますと、今回の資料が格納されているフォルダに戻ります。資料名のついた PDF のファイルをタップしますと、資料の画面が立ち上がり、先ほど同様に画面をタップして矢印に触れると、資料が閉じるということになります。ご不明な点がございましたら、事務局にお知らせください。よろしいでしょうか。現在、資料の入ったフォルダをご覧いただいていると思いますが、この画面にて資料の確認をさせていただきます。議事次第、名簿、資料1、資料2、資料3がございます。よろしいでしょうか。それでは、本日、外部有識者としてご参加いただいております浜田先生の資料のハードコピーも、別途お手元に配布させていただいておりますので、合わせてご確認いただければと存じます。最後にマイクの操作方法ですが、ご発言される際は、真ん中のボタンを押しますと緑が点灯した状態になりますので、その状態でお話をいただきまして。終わりましたら再度ボタンを押してくださるよう、よろしくお願い申し上げます。プレスの方のカメラによる撮影は、ここまでとさせていただきますので、ご退席のほどよろしくお願い申し上げます。プレス退室。畑対策官。それでは、本日は、森田委員、田之内委員、小山委員がご欠席でございます。小山委員の代理としまして林様にご参加いただく予定ですが、ちょっと遅れておられるようでございます。それから、佐喜多委員は、少々遅れるというご連絡がございました。また、本日は、外部有識者として北海学園大学の浜田教授、それから JA 全農福島の猪俣本部長をお招きしております。どうぞよろしくお願い申し上げます。それでは、議事にいらせていただきます。では、山本委員長、よろしくお願い申し上げます。山本、委員長。それでは、議事に入ります。まずはじめに、本年2月に開催いたしました第3回小委員会の議事録、案、の確認をさせていただきます。議事録、案、のところをご覧ください。先日メールでご確認いただいたものでありますが、特にご意見ございますでしょうか。特になければ、こちらで正式に第3回議事録とさせていただきます。どうもありがとうございました。本日の議題の趣旨について、まずご説明いたします。前回は、小山委員、福島県庁及び水産庁から、福島県農水産物の風評の現状や漁業の現状についてご説明いただき、議論いたしました。本日は事業者サイドの視点から、農畜産物の風評への取り組み状況や漁業における風評への対応について、先ほどご紹介のあったお二人の外部有識者からご発表いただいて、議論を深めてまいりたいと思います。それでは、議題2のヒアリングに移らせていただきます。まずはじめに、北海学園大学の浜田教授から、多角種除去設備処理水の取り扱いと漁業への影響につきまして、ご発表いただきます。ここで、浜田教授のご紹介をさせていただきます。浜田先生は、漁業経済学、地域経済論がご専門であり、また、福島県水産業の振興と漁業の再開を目指して、漁業関係者、水産加工、流通関係者、福島県庁等で構成される福島県地域漁業復興協議会の委員を務められているなど、震災後の福島県漁業の実態にも大変精通され、震災後の福島県の漁業に関する著書も複数お書きになっておられると伺っております。それでは、浜田教授、ご説明をお願いいたします。浜田教授、北海学園大学。ただいま紹介いただきました浜田と申します。経済産業省では、ペーパーレス化が進められていると聞きましたが、
私は紙を準備した方がいいと考え、わがままを押し通し、受けていただきました。レジュメのスタイルにすれば紙の枚数も少ないかと思い、そのようにさせていただいた次第でございます。それでは、早速中身に入りたいと思います。社会的影響についての議論が主だというふうにお聞きしておりましたが、漁業のことに関連して議論していただく場合、いきなり社会的影響の方に行くよりも、まずはもって事故後の汚染水をめぐる動向といいますか、特に東京電力さんと漁業団体との関係について一度整理する必要があるだろうと考えました。簡単に言えば、地下水バイパスとサブドレンの稼働がどうだったかということでございます。それで、資料の2ページ目でございますが、まず東京電力の汚染水放水に対する基本姿勢です。これは2011年12月21日に公表されております中長期ロードマップの中に書いている文面でございます。汚染水の見栄の安易な放出はしないものとする。海洋への放出は関係省庁の了解なくして行わないものとするということで公表されております。4月4日、事故後に集中廃棄物処理施設内の低濃度汚染水を相談なしに放水したということがありました。この放水の理由は、高濃度汚染水を貯めるところを確保するためということだったんですが、一方的に放水したということに対して漁業団体は抗議しました。その後、おそらく政府と漁業団体と東京電力の間で議論があって、このような文言が中長期ロードマップに残されたと私は理解しております。それで、中長期ロードマップに出てきました地下水バイパス稼働でございますけれども、これは2012年4月23日に、東京電力の方から福島県両連組合長会議において説明が開始されまして、これが了解されて排水開始まで約2年かかっております。関係省庁の了解なくして行わないものとするというところの理解ですけれども、これにつきましては、おそらく水産行政の立場から言うと、漁業者の了解がなければ省庁としても了解できないということだと思います。それで漁業者の方に説明をして理解を求めに行ったという行動だというふうに思います。2年間かかったわけですが、その間、福島県内には2つの沿岸漁業者が所属する漁業協同組合があり、そこに計6回説明を行ったということです。ただ、その間、汚染水の漏洩事故があったり、あったことでその説明にも追われたというふうに聞いております。あと、原子力規制委員会において東京電力の担当者が、ALPS 処理水を告示濃度未満であれば海洋放出したいという発言がありました。東京電力としては漁業者に対して理解を得ながら進めたいということでございますけれども、この当時、ALPS の導入をめぐる議論が規制委員会であったということで、こういうご発言があったようです。これに対して漁業団体はすぐさま抗議しました。その頃、福島県では、東京電力による地下水バイパス計画の理解を求める行動があり、それに対する漁業者が納得していない状況があったんですが、一方で ALPS 処理水の問題も始まっていたわけです。これが、地下水バイパスの稼働までに2年間かかった理由ではありませんけれども、今につながる事態がこの頃からあったわけです。その後にトリチウムタスクフォースもスタートしています。地下水バイパスの地下水はあくまで地下水でございますので、県野に入っていない地下水であり、その運用基準ですけれども、ここに書いてあります通りでございます。特にトリチウムにおきましては、1リットルあたり1500ベクレルと告示濃度の40分の1でやるということで、漁業者が合意したという経過がございます。次はサブドレン計画でございますけれども、こちらは2014年8月25日に説明を開始して、1年後の8月25日に了解をして、9月14日に排水開始ということになっております。これにつきましても、各漁協への説明会をやったわけですが、それだけでは漁業者の方も納得がいかないということのようでした。漁協のうち2つは合併漁協なので、旧漁協である支所があります。全部で15支所あります。東京電力さんは各支所に出向いて説明をしました。計25回しております。この間、経営排水路排水口測定データの公表遅れが発覚するなど、サブドレン計画についての説明だけではなくて、いろんな対応に追われていたというふうに伺っております。一方で、2014年12月24日、原子力規制委員会において、田中委員長が ALPS で処理したらこれを排出するというのが原則だということをご発言されて、これに対して漁業団体が抗議しております。その後、2015年1月21日の原子力規制委員会において、東京電力さんの方の資料において、多角種除去装置処理水の規制基準を満足する形での海洋放出などということが明文化されたこともあって、漁業団体が抗議しました。
汚染水の安易な放出を行わないとする方針堅持。漁業者は国民の理解を得られない汚染水の海洋放出は絶対行わないようにしてくれということを求めたということでございます。その後、サブドレイン計画を福島の漁業者は了解しましたが、この計画もあくまで原発圏野に入っていない基準値以下の地下水ということで了承したわけです。トリチウム濃度も地下水バイパス計画と同じく1500ベクレルリッターという内容でございます。地下水バイパス稼働は2年、サブドレイン稼働は1年と時間を要したわけですが、なぜこれだけの時間を要したかということについて説明したいと思います。一つは、震災後、福島県内の漁場者は、一応それぞれで復興するというんじゃなくて、一緒になって復興するということでまとまりました。800何人の漁業者がいるわけですが、それぞれで勝手にするんじゃなくて、風評が発生するので、そういった風評に対応する形で慎重に進めるということが約束されたのです。そういうこともあって、1F から排水をめぐっても、地下水とはいえ全漁業者の合意を基本として進められました。ただ、こういった工場からの排水とか、電源から排水というのは、この事態に限らず多くが協定を結んで、協定の範囲内で行われているケースが多いです。一般に、民法上では権利の侵害に当たるんだと思いますけれども、営んでいる漁業者に対して何らかの損害を与え得るものについてはこういう格好で進められてきました。埋め立てとか工場の建設。あるいは排水については、慎重に漁業者の合意を得ながらやるというのが多くのケースであって、当然 1F からの排水をめぐっても、たとえ地下水であっても原発構内から出てきますので、合意形成を基本とするということになるわけです。ただ、時間を要したもう一つの理由として、漁業者の中も意見が様々だということもあります。様々であるから、拙速に進めると漁業者の中でいさかいが起こるという可能性があるわけです。当然、廃炉には協力すべきだという意見は当然皆さん持っています。廃炉が進まないと漁業の復興も遅れますので、その辺はわかっています。東京電力さんも一生懸命説明に回っているので、身や魚に影響がないという理屈はわかっています。ただ信用できないとか、風評被害が怖いとか、身には何も流してほしくないという強い意見があり、そういった方々にも理解してもらうまで、と同時に漁業者団体の中で圧力が生じないためにも時間をかけていったということでございます。それと、もう一つは、サブドレン計画がまた1年かかっているわけですけれども、これは地下水バイパス計画で一生懸命、合意形成を得て、そのすぐ後にこれが出てきたということが影響しています。地下水バイパス計画の時、これさえあれば地下水は減るんだということで説明がなされていたわけです。しかし、地下水バイパス稼働のすぐ後に、サブドレン計画が出てきたということもあって、なかなか信じてもらえなかったのだと思われます。次でございますけれども、こういった状況を受けて、ALPS 処理水の取り扱いをめぐる漁業団体の姿勢はどうなのかということについて、お話ししたいと思います。漁業団体の姿勢としては、当然、廃炉作業には協力するということで、そこには前向きなんですが、県野内に入って一度高濃度に汚染された水においては、ALPS で処理して告示濃度以下に希釈したとしても、これだけは認められないという、この態度があります。だから、地下水の放水については認めてきたということでございます。一方で、東京電力さんの意向と原子力規制委員会田中委員長の発言と、この態度とは完全に対峙するというので現状に至っているということであります。なぜ、東京電力さんの意向が受け入れられないのかといったら、一つは漁業者は身から恩恵を受けて生きているので、そういったイメージの悪いものはどうしても受け入れられないということです。科学的に大丈夫だと言われてもです。福島県の水産物だけではございませんけれども、買い控え拡大によって水産物消費の回復が大きく遅れる恐れがあるということがございます。前回、水産庁の方からご報告があったと思いますけれども、2012年6月から試験操業を福島県内で実施しておりまして、非常に慎重に魚を選んで、スクリーニング検査もして、買ってもらえる分だけ流通させていくということでやっています。昨年の実績で、まだ震災前の 8% ということで、全くもって震災前の状況には近づいていません。このような中でこれ以上、消費の回復が大きく遅れるようなことは、もうとても受け入れられないということでございます。あと、風評についてでございますけれども、私は風評の専門家ではございませんので、この件については深く言えないんですが、経済的損失を被る買い控えというところからだと話ができるということで、魚の価格動向を持ってきましたので、その点についてお話ししたいと思います。
風評被害については、実測というのはなかなかできない。これは水産物のマーケット、メカニズムからすれば、需要と供給の関係から成り立っていますので、その価格が様々なファクターで変動するということで、買い控えというものだけを風評というものに起因させる、あるいは結びつける話は非常に難しいということです。ただ、需給調整によって価格が決まってくるということで、その動向を追えば、ある程度買い控えとの関係については考察の余地があるということでお話しさせていただきます。まず買い控えは、不特定多数の消費者によるものだと思っています。ではなぜ買い控えするかというと、食材に対する負の印象を与える情報が広がると、正しい情報もあれば正しくない情報も出てきます。なぜ、そのような正しくない情報が出てくるかというと、今回の件におきましては 1F の事故、海洋汚染がその根源にあるということでございます。いろんな調査をして分かってきたことですが、当然、消費者というのは、同じものなら安心できる商品を選択して購入する。当然リスクを回避する買い物行動をとる。同時に、流通業者もそういった消費者の心理を想定して、売れない商品を仕入れないわけですから、風評を理由に買い控えるという、こういうことが起こるわけでございます。4ページに移ります。そういった現象の中で産地は販路を回復できず、価格が低迷し、経済的損失を被ることになります。ただ、買い控えが起こったから全く売れないというわけではなくて、魚の場合、同じ食材でも価格帯によって用途が変わるんですね。多分、野菜など農産物でも全く同じだと思いますけれども。ある食材に対する負の情報が広がって、その食材の買い控えが発生すると、当然需要が落ち込み、価格が落ちてくる。価格が落ち込むと、今度、産地表示に対して、あまりこだわる必要のない用途分野、例えば業務用とか惣菜用、とりわけ産地表示が必要ない、そういった食材の需要の受け皿になってしまいます。安くなってくるとですね。こういった原理に従って、全く売れないわけじゃなくて、産地価格は、いわゆる業務用とかの原料価格になっていく。生鮮品みたいなもので売れなくて、加工原料とか惣菜の価格に落ち着いていくわけです。こういうマーケット、メカニズムが働いて、経済損失が出てくるということになります。もう一つでございますけれども、この買い控えは完全に固定されるものではないんですけれども、産地銘柄の序列固定化があるんじゃないかということをお話ししたいと思います。今までの経験からすると、報道がなくなり、時間経過とともに買い控えは解消されることがありました。それと、他産地の原料とか代替原料がないとき、買い控えが解消されることもありました。ただし、それで買い控えが払拭されるとは限らないというふうに考えています。例えば福島県産という産地銘柄が、他産地に対して劣後し続ける可能性があるということです。他産地のものがないから、福島県産は売れるときもありますけれども、他産地のものが豊富にあると、他産地のものが先に売れて、福島産は後回しにされてしまうということです。産地銘柄の序列の中で劣後してしまっているという現象でございます。なぜそういうことが起こるかというと、事故が収束しない限り、あるいは原発事故の記憶が風化しない限り、序列回復が見込めないからだというふうに考えます。そこで、1F の事故に関連するものもあれば関連しないものもあるんですが、事例で見る買い控えと価格というところの話に入っていきたいと思います。まず最初の事例は事故と関係している、流通段階の買い控えという事例をお話しします。これは三陸産ワカメの動向で見ていきます。2011年に津波で養殖場が崩壊、これはワカメの養殖場のことでございますけれども、ちょうどワカメの収穫期に入り出した直後のことでした。ですので、2011年の三陸産ワカメはほとんどない、在庫が全くないような状況になったということでございます。そのため、ワカメのメーカーさん、卸、小売業界ともに他産地、特に輸入依存に至るわけです。下の方にデータがございますけれども、2011年の輸入のところを見ていただきたいと思いますけれども、震災の年は2010年の倍以上の輸入をしているわけでございます。これは常温というのは塩蔵したワカメでございますが、倍以上の輸入が発生しております。乾燥ワカメというのはカットワカメと言いまして、増えるワカメのことでございますけれども。こちらは変化はありませんが、原料の方の塩蔵ワカメは倍以上になっているわけです。2012年の春になってワカメの収穫が始まります。震災後初めての収穫です。その時には、産地メーカーが競って買い付けして価格は暴騰しました。三陸産のデータの2012年を見ていただきたいと思います。
2010年のバイトまではいきませんけれども、すごく高い価格で推移しております。ただ、これは高い価格で買い付けたはいいものの、この年、産地のメーカーが買ったものがマーケットの方にあまり流れませんでした。小売業界等が買ってくれなかったということですけれども、この時に風評を理由に三陸産はいらないというふうに言われたということでございます。流通業者の買い控えでございます。その後、産地メーカーの方は、2012年にたくさん三陸産わかめを仕入れて、それが販売不振になったので、過剰在庫になりました。在庫を抱えたが、売れないということで、2013年以降、価格暴落が続いたということでございます。ただ、2015年、16年と輸入の方も高くなって減ってきたりして、加えて中国で大減産があって、その後、三陸産は価格が戻って、2016年は今までにないぐらい高い価格で売れるという状況になりました。これで、ある程度買い控え解消、払拭になったかと思われます。次に5ページでございますが、報道、情報格差に伴う買い控えの事例でございます。これはすでにご存知だと思いますけれども、ビキニ諸島の水爆実験に伴うマグロの販売不振ということです。一番最初の風評の現象だというふうに思いますが、この時マグロが売れないということで、魚肉ソーセージの商品開発が進められて、その原料になって、何とかマグロはマグロでない形で在庫払拭したらしいです。2番目でございますけれども、1960年、高度経済成長期に臨海部の工業開発等で大気汚染、海洋汚染が進んだことはご存知だと思いますけれども、PCB 汚染問題など反公害運動も高まり、新聞報道で1970年代最初の方は相当騒がれました。このことで、魚が売れなかったということがございます。それとあと、水銀調査に基づいて摂取量の抑制を厚生省が促したということもありまして、スーパーが魚を買い控えました。厚生労働省が公表した魚は売っていませんということがあったのです。この時代は、風評被害というものがあったというふうに思っております。長い時間を要しましたけれども、報道がなくなって、買い控え解消、払拭につながっています。3番目ですけれども、これは 1F 沖の貝類調査の報道ということで、貝類に微量のコバルトがあったとの研究者の調査結果が報道されて、福島産ホッキ貝が暴落した例です。この時に東京電力と福島県の漁業者との間で非常に揉めたという経緯もあります。だけれども、時間の経過とともに、これも買い控え解消ということでございます。十数年前、厚生労働省が妊婦に対してメカジキ、金目鯛の摂取量の抑制を促したことで、金目鯛の価格が大きく下落しました。買い控え発生でそういうことになりました。ただし、報道もすぐなくなりましたので、2ヶ月ぐらいで価格は回復しております。それと一番直近の話でございますけれども、昨年末に全国的な寒染性胃腸炎が流行って、メディアを騒がせておりました。このことによって三陸産牡蠣が暴落しています。宮城県の漁場検査では、ほとんどノロウイルスが検出されていないようなんです。寒染性胃腸炎も牡蠣が原因だったという事実もないにもかかわらず、生食用牡蠣を小売業界、流通業界ともに、もう売れないという予想のもとで買い控えたようです。宮城県の産地では価格暴落しても、何とか売れていますけれども、牡蠣というのは生食用と加熱用と2種類に分けておりまして、身の状況が悪いと加熱用仕向けになり、そうすると価格が落ちるわけですね。生食用に出荷しても生食用で売れないので、加熱向きに処理されるということで価格が落ちたということです。直近の情報はわからないんですけれども、2月までは低迷したままであるということでございます。このグラフに書いてある通りでございます。それと次に、福島県における水産物流通の現状でございます。前回、水産庁から話があったと思いますけれども、現在、試験操業という形で実際に販売をしております。流通経路の基本でございますけれども、生産者が取ってきたものを産地市場で取引して、仲買人が買ったものを消費地市場、例えば築地とかに送って、それを仲卸が買って、小売、あるいは業務筋に流れるというのが基本でございます。現状でございますけれども、今の試験操業は数量的にも震災前の 8% なので、あまり多くないということがあって、現状ではシェア帯で、相場で販売できています。それと、一生懸命検査もしているので、そういった理解が進んで、卸業界もあまり気にしない方もおられるということです。例えばもう検査結果を出さなくていいよという卸業者も出てきたというふうに聞いております。それと、
あと地元の業者も地元産を非常に欲しがっているということで、そういう意味では明るい兆しがないわけでもないということでございます。ただし、依然、消費地市場、特に遠隔地の消費地市場では、福島産は絶対買わないという仲卸もおられるということと、他産地の数量が増えると販売価格に影響することがあるということのようです。おそらく消費地市場で福島産を買っておられる仲卸というのは、業務筋とか料理屋とか魚屋とか、産地表示に特にこだわらなくていい売り先だというふうに思います。次に、コウナゴの販売についてでございます。これは好調な例として取り上げます。コウナゴというのはイカナゴの小さなものでございますけれども、煮て干して加工品にするものでございます。漁獲はあとすぐに加工業者に販売されて、釜で茹でて、乾燥して商品化されるものです。その後、築地等の市場に送られます。そこで築地市場のデータを整理した表が、この真ん中のものでございます。出荷地別の数量、価格を表しておりますけれども、2010年、震災前の年は福島も上位5番目に入っています。去年のデータを見ると、出荷地別で2番目の量になっている状況でございます。価格もそれなりの平均よりも高い価格で取引されています。これを見れば風評なんてないんじゃないかという話になるわけですが、背景とすれば、伊勢湾、愛知県と三重県のコウナゴ漁が去年禁漁になって、つまり、ナンバーワン、ナンバーツーが禁漁になったわけで、全国的にもコウナゴ漁が不漁になり、完全に供給過不足だったということがあります。このような状況の中なので、いい成果が出たのです。築地の取扱量は、2010年の半分以下、全体の量が半分以下ですから、福島産は2010年は多いんですけれども全体が半分以下ということで、非常に売れているという結果になったということです。おそらくコウナゴの販売先は、スーパー等よりも料理屋とか業務筋系が多いのかなというふうに思っております。ここはまだ確認できていませんけれども、そういうことだと思います。次に、4-3 でございます。これは加工地名で販路が閉ざされているという事例でございます。福島県の小名浜地区の話でございますが、水産加工業者の例であります。この小名浜漁港というのは、ある程度、水産加工業が集積した地域でございますけれども、福島県沖以外の水揚げもあるわけですね。福島県沖以外で獲れた魚、例えばサンマとかカツオとかが水揚げされます。それらの魚の多くは水域別表示がされます。生鮮魚の場合だと表示は水域別表示だけになります。漁獲された水域が三陸北部沖とか三陸南部沖であれば、福島の小名浜で水揚げされても消費者のところでは三陸産となります。しかし、加工業者の場合は加工製品のパッキングがされて、後ろに住所を書かなくちゃいけない。その住所が福島県だと、たとえ三陸で取れたものでも取り扱わないという風にスーパーに言われたそうです。こういう買い控えがあったということでございます。今現在も続いているということでございます。それと、現在、試験操業で買われている、相馬地区で魚を飼っている仲買人の方から聞いた話でございますが、直販ルートは断たれたままだという話でございます。産地から消費地の卸売市場への販売はとりあえず今やっていますが、震災前に都市部のスーパーは10軒ほどと直接取引をしていたんですが、それは全然戻ってきていないということでございます。全く買ってくれないと。営業しているが、注文は未だゼロ。ですから、卸売市場への出荷に頼らざるを得ないということでございます。以上、福島県の現状でございます。それで最後、ALPS 処理水の希釈後に仮に海洋放出した場合の試験について、お話しさせていただきます。社会的影響というのは、おそらく福島県の漁業だけに限らないと思います。そのことを踏まえると、もし、ALPS 処理水希釈後に放水するということを進めることになれば、太平洋側の全漁業者を説得する必要があろうかと思います。当然、漁業者だけではなくて卸業界、小売業界、もっと言えば国民に対しても説得が必要であろうかと思います。こういった説得がなければ、叩かれるのはおそらく漁業者になります。地下水バイパスとかサブドレンの時も、福島の漁業者が了承したことで放水が行われたということで、これに対する批判が非常に強かったということがございました。そのことを踏まえると、やはり説得の範囲は影響する全範囲だというふうに思います。当然、そうすると説得に膨大な時間とコストがかかろうかと思います。もし放水となれば、今福島では穏やかに販路回復しているわけですが、こういった状況から一転して、また買い控えモードに変わっていくんじゃないかとも思います。
放水が続けられることによって、この状況がいつまで続くかわからない。当然、報道等が続けられるということになれば、買い控えの状況はずっと続くであろうと思います。それは当然福島だけに及ぶものではなく、全国にそういうものが波及して賠償発生の可能性もあるんじゃないかというふうに思います。それと、流通の原理から言えば、こういった事態がもし起これば、物を買いいただく材料を与えることになります。福島産という産地銘柄は、他産地と劣後している状況が、おそらく固定化されます。コウナゴのような事例もございますけれども、他産地でコウナゴが取れ出したら、もちろん福島産はまた後回しになるという可能性は否定できません。よりアウトレット化、傷物扱い的な産地扱いがされるんじゃないかという懸念がございます。それと、海外、輸出に与えるインパクトということです。非関税障壁の材料にされるという可能性があります。現在も韓国がそういう対応をとっていますけれども、この状況でまた放水ということになれば、それを助長するようなことになりかねない。海外にも非常に敏感な、過激な消費者団体がおります。その団体の運動で、要するにたとえ輸出できても海外での買い控えみたいなものも考えられるわけであります。リスクコミュニケーションで何とか買い控えは払拭できないかということでございます。それはおそらく無理だというふうに思います。魚は科学的に大丈夫だとしても、1F の過酷事故と海洋汚染の事実は消えないわけで、そこから連想して危ないものは買いたくないというふうに考える人が一定程度いるというのは、これは否定できないと思います。そういった心閉ざされた人には何を言っても通じませんし、通じないからといって無視するというのは社会的コミュニケーションではないということになります。少なくともリスクコミュニケーションによる買い控えの払拭は無理であろうというふうに思います。あくまで私の見方です。最後ですけれども、漁業は取る人だけでなく、魚を流通させ、食べる人が連なって成り立っています。食べる人たちは当然自由に物を選んで買っているわけであって、当然少しでも不安のある消費者、あるいは流通業者は、リスクを低い方、できればゼロリスクだと判断できるものを選ぶわけでございます。消費者庁が言っている風評被害に関する消費者意識の実態調査の結果を見ると、おそらくこれはセシウムの基準値の話だと思いますが、基準値以内であっても少しでもリスクが高まる可能性があり受け入れられないという人が 20% もいるわけですね。5人に1人は大丈夫だと言っても受け入れられないという方がおられるということです。そういう人たちがいる中で、ALPS 処理水の放水となると、この状態がより固定化されるか、拡大される恐れがあるというふうに思います。ちなみに、放水がなくても福島県産の消費回復にはまだまだ時間がかかるし、とにかく今は待つしかない状況です。解決策がなくて風評対策としては検査継続、PR 活動、問い合わせの対応、消費者との交流を活発化させ、現状への理解を求めてもらうしかないというふうに考えております。なお、最後にもう一つだけお話しさせていただきますと、私は熊本の水俣にも調査に行きましたが、月に1回朝市とか開催されて、狭い範囲では地魚が問題なく流通しております。危なかった海域も埋め立てされたりしていますので、すでに危なくないということは、地元では知られており、魚を消費するということに対して地元の人は抵抗感はありません。ただ、現在もカサゴとササノハベラという魚のモニタリング調査が行われておりまして、微量な水銀が確認されるということもあって、そういったニュースがたまに出ると、漁業者の方も心痛むということもありますし、風評が発生するんじゃないかという恐れを持っておられるということでございます。50年も過ぎたんですが、今でも魚への水銀の懸念が払拭したと言えないという状況でございます。ということを踏まえて、東証委員会でもいろいろと、この ALPS 処理水の取り扱いについてご議論いただきたいと思います。すみません、ちょっと時間が過ぎましたけれども、私の方の話は終わらせていただきます。山本、一、委員長。浜田先生、どうもありがとうございます。それでは、ただいまの浜田先生からのご説明に対しまして、ご質問、ご意見等ございますでしょうか。佐喜多委員。佐喜多委員。ありがとうございます。まず質問を2点ほどさせていただきたいんですけれども、先生のお考えだと、やはり買い控え払拭を、いろいろコミュニケーションとか社会的な要因でやっていくのはなかなか難しいと、時間を待つしかないというお考えということで、そういうふうに理解させていただいたんですが、私はそういう中でどうにかして徐々に廃炉が進み、社会が納得して消費活動も行うような形にどうやったら早く持っていけるのかということを考えるのが、
ここの場なんだと思って今伺っておりまして、そういう視点で質問を2つさせていただきたいんですけれども。いろいろトラブルはあったけれども、好調なものもあるという例を示していただいたときに、例えば6ページのあたりでコーナゴの例とか、そういうのを拝見すると、業務用とか料亭など産地をその事業者が納得すれば買っていただけるようなところは戻っていたり、他のところの産量が少ない時には戻っていたりとかいうこともあることを考えると、一番課題なのは、消費者への理解の促進というのが一番課題というふうに理解すればよろしいのか、ちょっとそこを一つ伺いたいというのと、もっと手前のところなんですが、漁業者の皆さんが、この事故後のいろいろな対応でいろいろな排水開始をご了承いただいたりするのに1年ぐらいずつかかっていたりしていますが、最後に2015年9月14日にサブドレンの運用開始とか、そういうところをご了解いただき、今それから1年半ぐらい経っていますが、この間、漁業者の方と発災事業者、あるいは廃炉に関しての定期的な話し合いのパイプというのはきちんと続いているのかどうか、そういう場があるのかどうか、そういうことを教えていただければありがたいと思います。よろしくお願いします。山本、一、委員長。ありがとうございます。では、浜田先生、よろしくお願いします。浜田教授、北海学園大学。消費者がご理解いただけて、要するに買い控えがないということならば、それに越したことはないんですが、なかなかそれを担保できるようなことは考え得るのかということでございます。おそらく今福島さんが流通しているものにおいては、大丈夫なものは大丈夫、いいものはいいものだと判断できる目利きの流通が現状を支えていることだと思います。あと産地表示が必要のない、例えば、惣菜化したりすれば表示は必要がない一方で、スーパーの生鮮品売り場に行けば必ず産地表示が必要になりますので、そういうところはなかなか厳しいというふうには思いますが、今の業態、小売業界で言えば、ちょっとでも売れないものはまず置かないんですよね。要するに、スーパーはセルフで買い物をする場所ですから。説明して売るところじゃございませんので、そこの人たちが理解できるかどうか。要するに、スーパーは消費者より先回りして物を判断して仕入れるところなので、消費者が理解しているかどうかということが担保されていなければ、当然売れないものなんというのは仕入れないわけでございます。だから、その状況ができるということならば、当然大丈夫だろうということは言えるわけですけれども、今の販売形式というか流通を見ていると、なかなかそういう状況は難しいんじゃないかと。消費者が判断する前に小売業界が判断しているんですから、小売業界も売れないものを置くわけにはいきませんので、そういう意味では簡単な話ではないというふうに思います。当然、消費者の課題だと思いますけれども。テクニカルな意味で、流通業界を政府がコントロールするというのは相当無理だと思います。社会主義経済でない限りですね。自由経済では、商品を選ぶ選択は消費者や流通業者にありますので、当然だと思います。あと今の2点目の ALPS 処理水についての話し合いは、おそらくしていないですね。現場の漁業者に対しての話し合いはしていない。要するに、東京電力もその意向については取り下げたままでございますので、現状ではしていないということでございます。そのような答えでよかったですか。小山委員、代理、林。サブドレーン受け入れ後のパイプが、キャッチボールがつながっているかどうかという。浜田教授、北海学園大学。それは ALPS 処理水をめぐってですよね。小山委員、代理、林。いや、必ずしも。浜田教授、北海学園大学。そういうわけじゃなくて。小山委員、代理、林。だけではなく。浜田教授、北海学園大学。そういうわけじゃなくてですか。佐喜田委員。排水とか廃炉とか、その辺のこと全体のことと地域、漁業者の皆さんが定期的に意見交換する、情報交換するようなタイプが、仕組みとしてつながっているのかどうかということです。浜田教授、北海学園大学。それはつながっています。地域漁業復興協議会で毎回、東京電力さんの方から報告していただいていますし、事前にその内容についても確認されていますので、そういう仕組みはございます。ただ、末端の漁業者一人一人を集めてやるということは、やっていないということでございます。佐喜田委員。ありがとうございます。山本、一、委員長。その他、ご意見とかご質問、いかがでしょうか。貝沼委員、お願いします。貝沼委員。
問題の構図を改めて確認したいんですけれども、多分これまで消費者サイドについての残っている、いわゆる風評被害の問題というのは、他のいろんな切り口でも議論されてきたと認識しておりますけれども、漁業者の方の内部の論理、内在的な論理というのを改めて細かく伺いたいなと。今回の資料で言うと 1-5 あたりでお話しされたところですけれども、おそらく漁業者の方が科学的にリスクを感じているから、これまでの ALPS 処理水以外の話も含めて水を流さないでくれという受け取られ方をこの問題はしている部分もあると思うんですけれども、浜田先生のお話だと、多分2つ理由があるんじゃないかと。一つは、身から恩恵を受けている漁業者として、気持ちの面としてそういうことはやめてくれというところがまずありますよと。もう一つは、科学的に大丈夫であるという話はわかるけれども、やっぱりそれが消費者に届いていないから、この水を流すということに対してのイメージが悪いと社会的に受け入れられるというお話をされていたと思います。ですので、科学的に漁業者の方が危険だと思っているのか、あるいは科学的には大丈夫だと思っているけれども、やっぱりそれが社会的になかなか理解が進んでいないから、この問題は受け入れられないという話なのかで言うと、どちらなんでしょうか。どちらも漁業者の中には多様な意見があるという話だとは思うんですけれども、そこら辺の層であればどういう分布になっているのかと。意識、認識の分布ですね。教えていただければと思います。山本、一、委員長。浜田先生、よろしくお願いします。浜田教授、北海学園大学。これは一人一人お聞きしたわけではないので想像でしかないんですが、一つはもう基本的に受け入れられないということだと思います。その受け入れられない理由というのは、当然、感情と言いますか、情動的と言いますか、もうそういうこと自体がダメだということです。科学的なリスクについて、おそらく何度も説明すれば、そのことはわかるというふうに思います。ただ一点。1。貝汚れたものについては、これだけは許せないということです。さらに、その理由として、要するに消費回復が遅れる恐れがある、社会的に受け入れてもらえないだろうという話になっていきます。貝沼さんがおっしゃるような内在的な問題は、両面があるというふうに受け取っていただければと思います。必ずしも科学的に大丈夫だと言っても、頭で理解できても科学者でもないから本当に大丈夫だと確信できるわけじゃないわけですね。それは私だってそうですけれども、どこで確信できるかは、なかなかできないわけです。頭で理解できてもですね。基本的に一度、高濃度に汚染されたものは、もうイメージが悪いと。そういうことだと思います。例えば不動産で新しい部屋を決めるときに、その部屋で殺人事件があったら、科学的に大丈夫でもそこに住みたくないのと同じだと思うんですよね。一回床に落ちた食べ物を科学的に大丈夫だと言っても食べたくないというのと同じで、それは人間としてそういう反応するのは、生き物として普通だと思うんですよ。人間として。そういう感覚でやっぱり受け入れられないということが、まずあると。その上で、外部に説明しなくちゃいけないのはそこだけだと弱いから、やはり消費者が受け入れられないんじゃないですかということにも、話の構造がつながってくるということだと思います。山本、一、委員長。ありがとうございます。他にございますでしょうか。辰巳委員、お願いします。辰巳委員。ありがとうございました。私は消費者の代表として、ここに座らせていただいているものなんですけれども、質問はもう全くありませんで、最後にお話になった。この資料でご説明いただいたことに関しては、私はかなり真髄というか、アグリーできるなというふうに思ってお聞きしておりました。だから、そういうことを感想としてお伝えしたいというだけなんですけれども。ありがとうございました。以上です。浜田教授、北海学園大学。どうもありがとうございました。来てよかったです。山本、一、委員長。柿内委員、お願いします。柿内委員。どうもありがとうございました。全体的な印象として、事態の推移を見守る印象を受けるんですけれども、実際いろいろな当事者と接する機会がある方として、いたずらにどんどんタンクを貯めていくということも敷地の問題もあり、いろいろタンクの耐用年数あり、いたずらに伸ばすこともできないと思うんですけれども、実際、当事者の方々は、待つということに対して、どういうタイムスケールというか、どれくらいの目安というか、そういう時間意識を持たれているかという、実際の現場としての感覚とか、もし思うところがあれば教えていただきたいなと思うんですけれども。山本、一、委員長。浜田先生、
お願いします。浜田教授、北海学園大学。100年ぐらいかかるんじゃないかという漁業者が結構いるんですよ。原子力発電所の構内が今どうなっているかという内容が時々漏れてくるわけですね。地元の関係者が中で勤めていることもあって、結構その情報が漁業者の中で回っていることもあって、一部の情報だとは思いますけれども、そういったものを受けて非常に長くかかるんだと言っておられます。原発の自己収束のことでございますけれども、そういうふうに感じておられるようです。あくまで魚の販売については、漁業者ご自身がやっているわけじゃなくて、一旦浜で仲買人に受け渡してからの話なので、その仲買人の魚を買う買い付け意欲といいますか、これ以上買っても売れないという判断があるので、そうした状況からまだまだなんだというふうには漁業者は感じているところもあれば、本当に風評で売れないのというふうに懐疑的にというんですか。仲買人に対して疑っている方もいて、そこには様々なご意見があります。ただ、現地にいると、その辺が悶々としてわからなくて今があるという感覚でおられるように思います。どれぐらいの時間間隔で今後推移していくかというのは、おそらく漁業者サイドの方は、もう全然わからないという感じでございまして、どういうふうに答えたらいいのかな。小山委員、代理、林。浜田さん、今質問の意図は。浜田教授、北海学園大学。内容が違いますか。小山委員、代理、林。タンクがあと何年容量が持ちこたえられるというふうに漁業側は考えているかというのもあったかと、そういう意味ですか。浜田教授、北海学園大学。ちょっとすみません、質問の。小山委員、代理、林。だから、多分100年というのは、廃炉がどれぐらいかかるかというのを身から見た認識。浜田教授、北海学園大学。そうですね。そういうことを言っておられる方がおられて、非常に長いスパンで考えられているということだと思います。タンクの話だけですか。タンク。柿内委員。タンクの問題というのは、東京電力さんとか実際事業者の問題だと思うんですけれども、どれくらい出さなければこの問題は解決するかというふうな、当事者としての認識が多いかということをお尋ねしたかったんですけれども。浜田教授、北海学園大学。どれぐらい出すというのは何を出す？柿内委員。汚染水というか、そういった溜めていたものをこれから持続的に出さないで、この状態でどれぐらい辛抱すればそういうものが問題が収束するとかという、そういう当事者の問題としてどう？いう認識があるかということです。浜田教授、北海学園大学。東京電力に対する漁業者側の感覚ということですか？柿内委員。はい。浜田教授、北海学園大学。今、事故の処理をしている東京電力に対する、そこは直接聞いていただきたいんですけれども、私が会議とか出ている感覚で言うと、まだタンクをいっぱい作る場所があるじゃないか。とか、要するに漁業者側からすれば、タンクを作って貯めといてくれというような、こういう感覚があります。それとあと、とにかく汚染水を減らす努力をしてほしいというものです。見に。流すこと。放水する方に努力するよりも、汚染水を減らして早く燃料デブリを取ってくれというふうに、そちらの方に期待を持っているということなんですね。そちらを急げばいいでしょう。という、そういう感覚でおられます。溜まった汚染水をどう処理するかよりも、廃炉の方が主なので、漁業者側はそちら側を早く進めてくれというような感覚ですね。柿内委員。そういう意味では、汚染水の問題が未だ出さないという議論でなくなれば、そういう海洋へのリスクがなくなるという認識でよろしいんですよね。浜田教授、北海学園大学。もちろん汚染水を放水するということについては、一貫して反対しているんですが、とにかく陸上で汚染水を貯めるということについては、それについては、できればそれを続けていけばよ。いではないかというような感じですよね。選択肢としてそちらを選んでくれという感覚でいます。柿内委員。そういう意味では東京電力の方に、これまでも説明はあったんですけれども、汚染水をこれまで貯めてきた中途、あとこれから貯めていける容量というのは、もちろんその土地の利用の制約。とかはあるとは思うんですけれども、そういう今の状況がどれくらい逼迫しているのかという状況は、必ずしも皆さん情報として共有されていないと思うので、そういう情報を開示していただ。いて、
どの時期にこういうことをやらないと今後さらに事故とか突発的に管理できない放出ということが起こり得る。そういうことをちょっと紹介していただきたいなと思うんですけれども。東京電力、松本。東京電力の松本でございます。タンクの逼迫度合いというお話だと思います。これはなかなか難しい問題がございます。現状どういうふうにやっているかということを申し上げますと、やはり2年から3年ぐらい先までの汚染水の発生量、これも例えば降雨の状況ですとかいろいろ対策を打っているものの、効果の度合いというところで、どれぐらいの割合で汚染水が増えてくるかというのは、常に予測をしてございます。いくつかの対策は効果を出し始めておりますので、例えば事故から数年後ぐらいの段階ですと、1日500トンぐらい多分汚染水が増えているということで、1000トンのタンクと言いますと相当大きなタンクですが、これを2日から3日に1個ぐらい作るというペースがどうしても必要ということでやってまいりました。これは今に100トンとか、それを切るぐらいのレベルにまでなってきていますので、そういった予測をしながら古くなってきている旧式のタンクについても、これは信頼性の高いものに変えるということで、これはタンクを壊してもう一度作り直すということになりますと、この作業期間というか、それが2年から3年ぐらいはかかりますので、だいたい2、3年ぐらい先までは確実にタンクが不足しないようにということで今計画を立てております。ただ、その先になりますと、今、液体の問題としてタンクに溜めておるわけですけれども、身は固体の河原歴ですとか、そういったものもあまりきちっとした形で、線量の高いものはなるべく建物の中に入れるということをしているんですが、本来であれば全部きちっとした建物の中に入れていくというのが元々のルールでございますので、今そういう状態にしていくための準備をしております。ですから、敷地というのはそういうことも考えて、そういう大きな保管庫を作ったりとか、そういうことの計画を立てておりますけれども、したがって、そういう計画を例えば遅らせて、固体のものは外に出したままにしてタンクだけを作るというような、タンクを重視して作るというようなことを考えれば、それは計画としてどこまで耐えられるかというのは変わってまいります。そういう意味では、今の段階で申し上げられるのは、現状何をやっているかということでございまして、それは2年から3年ぐらい先までを見て、必ず保管ができるようにということでやらせていただいているというのが現状でございます。常に楽な状況はなくて、ずっとそれぐらいのスピードの中で自転車操業的にやりながらも確実にやりたいということで、計画を立てて実施しているという状況でございます。山本、委員長。ありがとうございます。林委員代理、お願いします。小山委員、代理、林。福島大学、小山委員に代わりまして、今日出席させていただいています。福島県の地域漁業復興協議会という両連と水産庁3党を踊り地で組織されている協議会のメンバーに、浜田教授と一緒に入って毎月議論しているものとして、今の点に関して補足というか一言申し上げたいんですが、毎月いわきの水産会館で実施されております協議会の場で、タンクがあとどれぐらいでいっぱいになっちゃうかというような直接的なその話題が、これまでそういう形では、議論されてこなかったと認識しています。むしろ、今、松本さんおっしゃいましたように、それをできるだけ伸ばすためにどういうことをやっているかという東京電力の現場の方からのご説明があって、では漁業者なり我々のような、いわば有識者委員と言われているものからすると、それがどういうふうなスケジュール感で進みますかというようなことをお尋ねするというような感覚。例えば今ほどご説明やりました通り、敷地の面積が非常に限られていますので、四角形にタンクを置いていたら非効率なので、管を埋めるような形に置き直していくとか、それもフランジ型のリプレースしながらということで、大変難しいスケジュールにはなるんですけれども、そう。いう風にタンクを増設して、今のところ100万トン容量、全部でほぼありますけれども、10万トン程度増やす予定であるとか、そういう風に容量は若干ではあるが、増やす見通しである。一方、汚染水が貯留されていく肥料は、今に100トンを切るレベルまでは何とかできているので、では今一生懸命やっている凍土砂水壁を最後のところ以外を凍結して、あと残りを完全に凍結するまで次のステップですというような説明が通常なされています。規制委員会の方で認められれば、完全併合に進みたいと。そうしたら、雨量とか敷地の中からどれぐらい漏れてくるかにも、よりますけれども、今100トンから200トン程度の肥料が増加しておりますけれども、もっと劇的に減る可能性があるというふうなことを現場の方は説明してくださっていますし、漁業メンバーと我々のようなメンバーも、
そのように理解しております。以上です。山本、一、委員長。ありがとうございます。他、ございますか？なければ次に進みたいと思います。ありますか？関谷委員。関谷委員。ありがとうございました。私も風評被害のことを研究しているんですが、ほぼ浜田先生と考えていることは一緒でして、消費者の問題というよりは流通の問題であって、漁業者としてはもう、事業が継続できるとか、漁業をこのまま続けていく前提として、事業者の論理というよりはとにかく当分の間出さないでくれというのは、私も聞いている限りでその通りだと思いますので。私は流れと結論部分は非常に納得というか、私もほぼ同意見です。一点ちょっとお伺いさせていただきたいのは、それに関連してなんですけれども、三陸産のワカメの話が出てきましたけれども、私個人としては、結論部分は風評を理由に三陸産を仕入れな。いというのは一緒なんですけれども、私はどちらかというと、三陸産のものについて聞いているのは、金目は2011年、12年の段階で棚がなくなってしまって、中国産の業者や他の業者に取られてしまって、その回復しない理由として放射能があるからとか、あと事業者の人、または特に地元のマスコミの方々を中心として、そういう風に理解して、それが何か三陸沿岸部の漁業者の同意になってしまっているというところの方が大きいんではないかなと思います。だから、私が思うのは、三陸産に関しては福島と状況は違うのにその誤解があって、シンチレーションカウンターを入れたりとか、どちらかというと流通対策というよりは、むしろ放射能対策に行ってしまっているというところがあるんではないかなと思うんですけれども、私は福島県のことに関しては同意するんですが、この点に関しては浜田先生はどう思われますでしょうか。浜田教授、北海学園大学。なかなかこの辺は難しい、微妙なところがあると思うんですけれども、要するに、震災が起こって事故が起こったことは事実であって、そのことによって、売れないだろうというふうな想定。で、小売業界が棚が渦まらないから輸入などで対応したというふうなことと同時に、事故があって風評が起こるだろうということもくっつけて話をなされているわけであります。漁業者はその、辺のことを分かっていないんですが、要するに小売業界がお断りする理由として、本当のところはもう別なところと契約しているから三陸産は買えないんですよと言いたいんですけれども、そう。うすると今まで取引していたのを取り替えたということになり、格が立ちますから、風評を理由にするのがとても便利なツールになっているということも考えられるということです。ここの心理はわかりませんけれども、何を理由にするかは買う側の勝手なので、別のところと契約しているから、あなたとの取引は再開できませんという言い方は非常にきつい言い方になる。ので、風評を理由にすれば理解が得られるだろうという発想で、こういう話が出ているというふうにも私は思います。三陸のわかめ加工業者になぜ売れないのですかと聞いたら、いや、流通先が消費者が買わないという、いわゆる風評を理由に買ってくれないんだというような答えが返ってくるのです。それはそうなのだけれども、風評だけに原因を求めるということには、ちょっと無理がある部分もあると思うんですよ。要するに、新しい取引を始めた以上、すぐに三陸産に切り替えられないという事情があると思います。だけれども、三陸産は風評の恐れがあるからというのも理屈が成り立つのですよ。小売業界は消費者の意向を先回りして物を仕入れるという特性がありますから。多分、賠償問題でいろいろ議論するとき、この辺はいろいろな、どこで風評なのか風評ではないのかという線引きは非常に難しいと思うんです。それでも、買う側の流通業者が風評だという、風に言えば、もうそれしかないですよね。おそらく。関谷委員。私が思うのは、三陸産で科学的に問題がなかったとしても、金目は風評を理由として買い控えが続く可能性がある、買い控えがあったと、実際。だから、それが戻ったというのは、ある意味三陸の問題であって、例えば汚染水の問題であったりとか科学的に安全であったとしても冒頭は続くという立証になるというふうに考えていいわけですよね。浜田教授。北海学園大学。要するに、経済的損失が出た場合にどこに原因を求めるかといったときに、風評なんだというのはなかなか実態がつかめないけれども、風評というのは便利なところがあるのです。わかめも一応賠償も出ているんですよ。ある種、風評と認められたものなんですね。それは海洋汚染というのが、まずここから始まっているので、この事実が消えない限りは、
この記憶が消えない限りは、いつでも風評なんというのは理由として出てくるのではないかと思うのです。買い控えというのはあくまで現象なんですけれども、その理由をどこに求めるかは外からはなかなか分析できないのではないかと思うのです。いや、風評の専門家の先生に言うのも失礼なんですけれども、私にはできないですね。実態がつかめない部分なので。でも、まさに風評を理由に風評が出るというのは、まさに風評だと思うんですよね。関谷委員。いや、お伺いしたかったのは、だからそんな簡単に解消できないという部分を多分浜田先生はおっしゃりたいんだなと思って、僕もそう思っていたので、それを確認したかっただけです。浜田教授、北海学園大学。ありがとうございます。山本、一、委員長。どうもありがとうございます。では、浜田先生、席までお戻りください。浜田教授、北海学園大学。どうもありがとうございます。